毎日面白い、イエーイ。毎日面白い、イエーイ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 。お前は頭の中お花畑だからな。ひどいよ、ジャーナーチ君。はい、というわけでこんにちは、ブレイクスルー佐々木です。今日やっていく企画はですね、僕は現在鬼底辺 YouTuber としてチャンネル登録者数62人を抱えているわけなんですけれども、まあ YouTuber といったら、まあ動画編集ですよ。動画編集の際に、今僕が使っている PC だと、まあそんなに編集がサクサク進むわけではないなっていうふうに考えているんですね。まあそこで編集がサクサク動くようにしたいというふうな思いもありますので、この辺でね、パソコン買いたいなって思います。で、今日買っていくパソコンは、まあ iMac を買っていきたいなっていうふうに思います。はい。で、iMac Pro も買いたかったんですけども、まあ、iMac Pro はベースモデルで53万、55万ぐらいしてしまうので、学生の YouTuber の僕には到底手が届かないわけですよ。で、まあ、僕の全財産40万円を使って、まあ、どれほどね、ハイスペックな PC を買うことができるのかということについてね、まあ、今回挑戦していきたいなというふうに思います。で、今回挑戦する経緯に至ったのは、まあ、ヒカキンさんとか、まあ、キヨキヨさんとかの動画を見てからなんですけれども、まあ、完全に影響されてしまったわけなんですけれども、自分が、まあ、本気でやりたいと思っていることについては、金を惜しむべきではないと。自分の仕事とか、まあ、そういうことに投資するお金は、もう惜しむべきではないということで、まあ、僕は全財産40万円を編集用の PC に積み込んでいきたいなっていうふうに思います。それじゃあ早速やっていきたいと思う。行くぜ!バラス!はい、というわけで、今、Apple Store に来ています。はい、で、今回買っていくパソコンはこちら。27インチの iMac を買っていきたいなというふうに思います。で、この iMac の中でも、まあ一番高いパソコン買ってやろうと思うので、まあこのパソコン買ってやりたいと思います。はい、これ。高えな。もうこの時点でもう23万なんですけれども、ここから僕の全財産40万円に到達するまでの一番ハイスペックな PC を買っていきたいなというふうに思います。はい、まず、プロセッサーですね。プロセッサーは Core i5 より絶対 Core i7 の方がいいので、絶対こっちの方がいいでしょう。メモリに関しては、まあ、動画編集は 16GB 必要っていう風に書いてあったんですけれども、32GB を選択したいと思います。まあ、64GB はさすがにオーバースペックで、まあ、40万を超えてしまうかなっていうふうに思うので、32GB 行っていきたいと思います。ストレージに関しては、まあ、フュージョンドライブよりも、まあ、SSD の方が高速書き出しできるんじゃないのかなっていうふうに思うので、まあ、512GB の SSD を買っていきたいなというのを思います。マウスとトラックパッドに関しては、まあ、Mac ならではの、マウスではなくてトラックパッドを買っていきたいなって思います。キーボードに関しては、まあ、日本語より僕英語の方が好き。なんか、中二病なんで。英語の US キーボードを買っていきたいなって思います。教育向けプロアップバンドルっていうんですけれども、まあ、この中に、ファイナルカットプロ10とかが入っているんですけれども、ファイナルカットプロ10って僕は動画編集をしていきたいなっていう風な、まあ、決心がついたので、まあ、いろいろ調べてね。ここは教育機関向けプロアップバンドル買っていきたいと思います。はい。で、これで結局ね、税別で35万7600円になってしまったので、だいたいね、まあ、税込みで40万円になるんじゃないのかなっていうふうに思います。じゃあこれ早速ね、ポチポチ買っていきましょう。もう40万あったらさ、もう何できるっていうことを考える前に、行動してしまうことが、まあ、大事なんですよね。まず頭のネジを取り払うことが重要で、こんな40万あったら何できるんだろうっていうふうに考えること自体が、アホだと僕は思っております。というわけで、この40万の PC 買いたいと思うんですけれども、今、学生向けに、なんかこの、好きなビーツで好きなビートというものがあるんですけども、これタダらしいですね。まあ、これタダで買いたいと思います。はい、バックに追加。はい。で、バックを確認しましょう。はい、というわけで、バック内のアイテムを見ていくと、今 iMac が35万7600円で、あるということで、ここ見てください。バック証券が35万7600円なんですね。で、これ消費税込み、消費税3万円というね、おかしい金額なんですけれども、もう消費税だけでね、もう何ができんだっていう感じなんですけれども、もうやばいことできちゃいますね。うん、できちゃうという感じで、やっていこうと思う。やっていく。買うよ。マジで買う。はい、38万6208円。もう俺は決心がついた。はい、買います、買います。行くぞ。はい、押した。はい、押しました。はい。サインイン。はい。というわけで買っていきますよ。まだ終わらないと。はい、配送とストア受け取りのオプション。まあ、この辺は、適当にやっておきます。
行くぜ。行くよマジで。来い。やばい、ご注文の確定。はい、ご注文の確定を置きます。押します。行くよ。もう緊張の瞬間ですよ。40万ってさ、もう400時間働かないとさ、学生の場合稼げないからね。400時間も働きたくないけどさ、買うよ。行くぜ。まあ、マジで鬼底辺 YouTuber こんなの買うなっていうて、なんかコメント来るんだろうなということは僕はもうね、お察ししていますが、買います。マジで買う。買うぜ。おい、続きはウェブで。僕はもうね、お察ししていますが、買います。マジで買う。買うぜ。おい、処理中らしいぞ。ありがとうございました。はい、というわけでね、40万円の PC を買ってしまいました。大切にね、使っていきたいと思います。で、これからの僕の動画編集のクオリティはどんどん上がっていくんじゃないのかなって思っております。パソコンは3月手前ぐらいに届くということで、まあ、しばらくはね、まだ今の PC でやる動画編集やっていくんですけれども、これからどんどんね、ハイスペックな動画を配信していきたいなというふうに思いますので、今後ともご視聴よろしくお願いします。それじゃあ次回お会いしましょう。 See you next time!